実はこの男性はあの大人気グループに所属するアーティストで、紅白にも3度出場した人物。一体誰なのか予想しながらご覧ください。それでは VTR スタートップ。私のイライラは爆発寸前だ。もしの結果はずっとギリギリ、おまけにこのコロナ禍、受験前に風邪でもひいたら一巻の終わり。友達と息抜きすらできやしない。なんで私こんな時代に生まれちゃったんだろう。思ってる子多いだろうな。見てる。すっごい見てる。渡辺先輩。亮君。後輩なんだ。それはありよりのありだな。調子どうですか。なに心配してくれてんの。うちの予備校で志望校一緒なの渡辺先輩だけなんで。おお、さすが A 判定の余裕ですね。そんなことないですよ。渡辺先輩は合格したらやりたいこととかあるんですか。そりゃめちゃめちゃあるよ、うん、カラオケ行ったり、うん、みんなで旅行したり、うん、コロナでできなかった青春っぽいこと全部やってやるって決めてんな。そうなんですね、うん。あ、りょうくんは大学行ったら何したい？え、やだ。これは。え、急じゃない？大学受かったら同じことマスクなしでしたじゃあね。おっちゃん立っちゃうの。